ベニー・ファイル・ハーバーは、ブラジル、リオデジャネイロ出身のサッカー選手。アメリカ代表である、メジャーリーグサッカーのスポルティング・カンザスシティ所属。ポジションは MF。1938年に、父方の祖父が、ナチスの迫害を逃れるために、オーストリアからブラジルに移住し、フェール・ハーバーは、リオデジャネイロに生まれて、ユダヤ人地区で育った。6歳の時に、 彼の家族はアメリカに移住し、約8年の間はニューヨーク郊外のスカーズデールに住んだ。地元のスカーズデールライトニングというサッカークラブに入団し、1996年には U-12 ニューヨーク州カップ優勝に導いた。カリフォルニア州アーバインにあるノースウッド高校に進学し、学校のサッカークラブで優れたミッドフィールダーとして過ごした。卒業後の2003年。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学してチームの柱としてプレーした。スカウトを受けた小学生としてではなく一般生として大学生活を送った。大学サッカーで2年間過ごした後2005年の FIFA フフワールドユース選手権に参加する U-20 アメリカ代表に招集された。オランダで開催された FIFA フフワールドユース選手権での活躍は ヨーロッパのいくつものクラブを引きつけ、イスラエルのテルアビブで行われたマカビア競技大会後の2005年7月に、ブンデスリーガのハンブルガーエース V に入団した。2005から06シーズンはサンブリーグに所属するリザーブチームでプレーし、2006年10月12日、シャルケレイオン戦でトップチームデビューした。10月22日のワイエルレバー空ー前戦で初先発出場し、 90分間交代することなく、戦い抜いた。2から1で勝利したこの試合は、ハンブルガー SV のシーズン初勝利だった。2007年夏、RC ストラスブール、SC ヘイレンフェーン、セルティック FC、FC、バーゼル、特に、ダービーカウンティ FC が彼に興味を寄せた。2007年8月9日、新しく、プレミアリーグに昇格したダービーカウンティ FC で、 働くためのイギリスの労働許可証を取得し、8月10日に移籍契約が完了した。9月17日の入荷するユナイテッド FC 戦で途中出場してデビューし、1から0で勝利した。移籍を望んだビリー・デイビス監督が解任されて、ポール・ジュエル新監督が就任したため、前半戦の出場機会は少なかった。2007から08シーズン冬の移籍期間には、 イスラエルのマッカビテルアビブやアメリカのニューイングランドレボリューションが興味を示したが、どちらにも移籍することはなかった。昇格から1シーズンでフロリダチャンピオンシップへの降格が決定すると、ダービーはフリートランスファーで彼を放出した。2008年8月15日、デンマークスーパーリーグのオース GF と契約した。9月1日の FC のアシェラン戦でデビューし、 初得点を決めた2009年7月27日のランダース FC 戦ではマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。2011年ニューイングランド・レボリューションに移籍した。2013年カンザス・シティ・ウィザーズに移籍した。2005年11月12日のスコットランド戦と2006年3月22日のドイツ戦に招集されたが出場機会はなかった。祖父がオーストリア出身であるため、 2006年11月30日には、アンドレアス・ヘルツォーク監督が率いるオーストリア代表に誘われた。2007年3月15日、ボブ・ブラトリー監督率いるアメリカ代表のエクアドル戦とグアテマラ戦に招集された。3月25日のエクアドル戦でデビューし、6月2日の中国戦で初ゴールを決めた。6月24日のコンカカーフゴールドカップ決勝。 メキシコ戦ではチームを勝利に導くボレーシュートを決めた。所属するダービーカウンティ FC で控えに降格し、さらに深刻な怪我を負ったため、代表からは遠ざかった。しかし、2008年の北京オリンピックに出場するアメリカ代表メンバーに選ばれ、3試合ともに途中、出場した。フル代表から1年以上も遠ざかっていたが、2009年の フィファ・コンフェデレーションズカップに参加する代表メンバーに選ばれた。この大会の招集メンバーには UCLA で共にプレーしたジョナサン・ボーンステインや UCLA の先輩にあたるカルロス・ボーカネグラなどがいた。6月24日の準決勝、スペイン戦に出場し、チームの2点目に絡んだ。決勝では生まれ故郷のブラジルと対戦し、2から3で敗れた。 2010年5月27日、2010FIFA ワールドカップ本大会に向けたアメリカ代表メンバーに選ばれた。グループリーグのスロベニア戦とアルジェリア戦、決勝トーナメント1回戦のガーナ戦に途中出場した。ありがとうございます。